秘密は、ベドルジハスメタナにより作曲された三幕のチェコ語オペラ。リブレットの作者は、前作、口付けから引き続き、エリシカ・クラースのホルスカーである。1878年9月18日に、プラハのノーベイ・チェスケイ・デ・バドロで、アドルフ・チェフの指揮の下、初演された。スメタナの前作のオペラ、口づけでリブレットを書いたクラースのホルスカーは、 口づけが書演された1876年11月8日から2週間後には、このオペラの構想をスメタナに伝えている。しかし、リブレットの詳細は、それから1877年7月まで、スメタナに伏せられたままであった。この時、草案の概要が、スメタナの下に送られたが、これには、ジャンドラ・フォンテーヌのレファムズ・イル・シークレットを含む、いくらかの文献が利用されていた。 リブレットの作者であるクラースノホルスカーは、スメタナが当時居住していたヤケブニツエから見ることのできるベスデスの山々の中にあるビー、リットルの小さな町で活動していた。スメタナは、日に日に悪化する病と、それに合わせて生じる抑うつと戦いながら、作曲を行った。この際、スメタナは、クラースノホルスカーのオリジナルのリブレットに、少し変更を加えている。そして、 9月に行われる初演のため、1878年8月4日に、ノーベイチェスケイデバドロへ送付を送っている。その投資の作曲は、ボヘミアのブランデンブルク人や、リブシェが書けていることを示している。混合曲の序曲は、合唱、デュエット、アリア、そしてアンサンブルの連続でありながら、その登場人物たちは、より多くの登場人物がいる、売られた花嫁や、 二人のやもめよりも、むしろ生活の中の感情や情景をより描写している。このオペラは、初演後はスメタナが望んだほどの成功を収めなかった。スメタナの存命中は、10回程度の上演しかされなかったと言われ、その後は20年もの間、一度も上演されなかった。スメタナの死去から40年弱が経過した1922年になって、国民劇場の演目として復活した。 イギリス初上演は1955年にジャック・ウェストラップの下、オックスフォードで行われた。また、1972年にはカムデンフェスティバルにおいてビレムタウスキーの指揮のもと上演された。20年前、議員を務めるコリーナはロサ・マリノバに求婚した。しかし、彼女は当時の彼が貧乏であることを理由にこの求婚を却下した。それから、コリナは 同じぐらいの地位にいる女性と結婚した。ロサはというと未だに未婚でコリーナの求婚を却下したことを後悔していた。コリーナは同じく議員であるマリーナの家から外区を横切ったところに自宅を建てていた。彼は妻に先立たれていたが富を誇示していた。コリーナは息子のバイテックが彼の性的でありロサの兄弟である議員である。 マリーナの娘と恋に落ちたことに気づいていなかった。コリーナは偶然、古文書と古地図を発見する。それらには古代の修道士バーナブスからの指示が書かれていた。つまり、ベスデスさんの中に隠された宝を、どのように見つけるかというものである。借金を背負っていたコリーナは、その修道士の指示に従うことに決める。しかし、彼のホルトンネルは、 マリーナの家の床下へと到達する。そこでは彼の息子がブレイゼンカと結婚する決意をし、家を出る決意を話していた。そしてバーナブスが示す、コリーナが見つける宝が何かが明らかとなる。それは昔の恋人であるロサであった。そしてオペラは二組の結婚式で幸せの中幕を閉じる。ありがとうございます。